カンナステークス。発送時刻は14時35分です。中山キューレースのパドックです。それでは見ていただきましょう。1番エコロジークプラス4。はい、体全体の筋肉量が多くて友の張りも素晴らしいですね。まあ、それでいて窮屈なところがなくて歩様もスムーズですし、非常に気配いいです。2番カパラミプマイナス4。はい、連投で硬さは見られないんですが、まだ踏み込みなど頼りなさが残っています。3番モジャーリオプラス2。はい、まだ少し体に緩さというのはあるんですけども、首を使って非常にうまく動けていますね。スムーズです。4番ナムラトロム増減なし。はい、今日もちょっとうるさいですね。その点もう少し落ち着き出てくるといいと思うんですが、体はキリッと締まっています。5番モズナナスターマイナス8。はい、札幌からの中2周で8キロ減ってるんですけども、張りが落ちてるとかそういったことはないですね。歩様もキビキビとしていますし、状態をキープしていると思います。6番です。ラブアイミープラス10。はい、ここからで少し非力な面あるんですけども、デビュー戦の時がちょっと細く映ったんで、このプラス10キロはいいですね。歩様も軽いです。7番レイピアマイナス2。はい、入ってきた時から少し気負い加減なんですけども、周回してて極端にうるさくなるといった面ところは見られないですね。体非常に強靭で張りもあります。おしまいに8番です。スンシムプラス2。はい、今日はチークピーシーズをつけてきましたね。ちょっと入れ込みが目立ちますし、まだ心身ともに幼いのかなといった印象です。それではパドックでの状態を含めた推奨馬をお願いします。はい、1番エコロジーク、7番レイピア、5番モズナナスター、以上です。中山キューレースパドックからの推奨馬は1番、7番、5番以上の3頭です。本日後半の解説は勝ち馬の小松さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中山キューレースカンナステークス2歳オープンします。1200メートル戦に8頭です。パドックからは3頭挙げていただいています。まず1番のエコロジークです。まあ、今年の2歳世代すごい活躍している森秀樹厩舎の1頭なんですけれども、初戦圧勝でしたね。圧勝で楽勝でしたよ ね。馬なりのまま突き放してきましたしね。はい、時計も優秀ですよね。はい、今日の雰囲気などいかがでしょうか。いいと思いますね。輸送してきたんですけども、うるさい面は全く見せていませんし、体身のこなしも素晴らしいと思います。馬体も4キロではありますが、輸送もありましたが増えてますしね。そうですね、増えてますけども、緩いといったことは全くなくて、はい、非常に筋肉量が豊富ですしね。それでいて肩の出が非常にスムーズで、踏み込みもいいですし、やはり能力の高さというのを感じますね。はい、そして2番手評価、こちらも関西は7番のレイピア挙げていただきました。それほどうるさくないと先ほどの評価ありました。現状どうでしょうか。はい、この程度だったら大丈夫だと思いますね。はい、ちょっと競馬でも力んで走るところがあるので、その点ちょっとどうなのかなと思ってたんですけども、入ってきて時から一定のテンションで周回できていますし、はい、騎手がまたがってからもそう変わることがなく、はい、いいと思います。はい、まあ、すでに重賞も経験して4着という結果も残しているんですが、戦法的にはどうですかね。どうですか、ちょっと今のところ感想としては、溜めてもそれほど切れる足というのは使えるタイプではないのかなといった印象を持っているので、はい、それで今日
この中山の馬場ですよね、高速なんで、そうですね、はい、やはりあのスピードを生かした形の競馬になるのかなと思っています。はい、エコロジークも初戦逃げてるんですけど、このあたりの兼ね合いというのはどう見てますか。はい、兼ね合いは難しいですよね。あのどちらも別にあの何が何でもというところはないと思うんで、うん、はい、まだ2歳でキャリアも浅いですから、はい、あのやはり出てから、なんですかね、スピードある方が前に行くといった感じになるとは思うんですけど、うんうん、まあ、枠を考えるとね、エコロジークの方がという感じもありますが、ただレイピアもやっぱり客室的には前に行きたいかなという感じですね。そうですね、うん、スピードもありますよね。はい、モズ7スターも一言だけお願いします。はい、札幌から中2周で今回輸送競馬なんでどうなのかなと思ったんですけども、うん、はい、いいですね、あの北海道の時に滞在してた時と変わりなく来てると思います。うん、はい、お母さんグランプリエンゼルということでね、5勝挙げてますが、すべて 1200m 戦というモズ7スターです。パドックからこの3頭挙げていただきました。小松さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。中山キューレース本馬場入場です。中山キューレースカンナステークス2歳オープン芝の外回り 1200m 出走メンバーです。1番エコロジーク484キロプラス4クリストフルメール55キロ、2番カパラミプ402キロマイナス4岩部順次55キロ、3番モジャーリオ456キロプラス2斉藤新55キロ、4番ナムラトロム438キロ増減ありません、丸田京介55キロ、5番モズ7スター440キロマイナス8横山武史55キロ、6番ラブアイミー416キロプラス10戸崎啓太55キロ、7番レイピア484キロマイナス2佐々木大輔55キロ、8番スンシム406キロプラス2杉原誠55キロです。中山キューレース2歳オープンのカンナステークス、以上8頭によって行われます。スタートまでしばらくお待ちください。ゲートに始まっています中山キューレースカンナステークス、ご覧いただきましょう。いよいよ来週に迫ったスプリンターズステークスと同じコースで行われます。2歳は8頭の対戦、今8番ゲートにスンシムが誘導を受けて収まります。スタートしました。7番レイピアロケットスタート、1番エコロジークスタートは早くなかったんですが、ダッシュがあっという間について内から並んでいきました。内1番エコロジーク、外7番レイピア、この先行争いを1番エコロジーク制していきそうですが、もう後ろが6馬身7馬身あっという間に空いてしまいました。3番手集団1段で5番モズ7スターがわずかに前、内に3番モジャーリオ、体半分から1馬身差、6番ラブアイミー、4番ナムラトロム、2番カパラミプ、最後方8番のスンシム、前2頭後ろ6頭その間は8馬身9馬身、スタートからの 600m 通過32秒6、向かい風32秒6、先頭1番エコロジークリード体半分から首ほど、7番レイピア2番手、その後ろ大きく空いた3番手は外5番モズ7スター、内に3番モジャーリオ、第4コーナーをカーブ直線コースの攻防、前は1番のエコロジークリードが1馬身半、2番手7番のレイピア、3番手の2頭接近、5番モズ7スター、4番手3番のモジャーリオです。
2着を切って先頭1番エコロジークス突き放した。リードは3馬身、2番手7番レイピア粘るところにモズ7スター接近してくる。3番手から2番手を伺う。先頭は1番のエコロジーク、エコロジーク押し切ってゴール。2着5番モズ7スター、7番レイピア3着、1番5番7番の順。時計1分7秒に2歳レコード、2001年サーガノベルの記録を0秒6更新。23年近く前のレコードを1番エコロジーク1分7秒2で決めました。また2020年小倉でフリードが記録した2歳 JRA レコード1分7秒5も上回っています。1番エコロジークスタートの出そのものは全く速くなかったんですが、二の足であっという間にロケットスタートのレイピアに追いついて内から先手、直線はレイピアを突き放してみせました。鞍上クリストフルメール、森秀幸厩舎、2歳各馬が絶好調の森秀幸厩舎、エコロジーク2002勝。最後5番のモズ7スターがゴール前2着に上がって、3着7番レイピア、4着3番モジャーリオ、5着4番ナムラトロムと続いています。1番5番7番3番4番2歳 JRA レコード1分7秒にエコロジークが勝っています。カンナステークス確定までお待ちください。先ほどの障害戦に続いて、またレコードということでね。そうですね、はい、スタートはレイピアの方が良かったんですが、はい、すぐさま並んで捉えて逃げていったエコロジークが最後まで衰えずに押し切ったというね、はい、形でしたが、結局レイピアは捕まって3着ということでね、モズナナスターが2着に上がりました。レコード1分7秒に来週のねスプリンターズステークスにも走ってもどうかってぐらいのですけど、そうですね、タイム的にね、うん、まあ来週がねどんなスピードになるのか、はい、トゲになるのか楽しみですけどもね、エコロジーク2002勝、はい、ということになりました。1番人気、4番人気、2番人気の順です。単勝1番 1.4 倍です。枠連の発売はありません。馬連1番5番 6.1 倍、馬単1番5番 6.8 倍、3連複1番5番7番 3.6 倍、三連単1番5番7番 13.4 倍です。確定までお待ちください。